先日クリスマスが終わり、今日本は正月休みです。個人的にクリスマスに誕生日でもないのに、ケーキやチキンを食べたり、携帯電話を休止している時代に年賀状を出すといった変な風習をやめるべきだと思いますが、ヒロさんどう思われますか？まあ、やりたい人はやりたいように、好きにやればいいんじゃないかなと思います。僕は別にお年玉あげないし、例えばなんか、年賀状とかも送らないんですけど、ただやりたい人がやるんだったら全然いいと思いますよ。送られてきたら受け取りますし。伝統とか風習とかは別に効率ではなくて、あくまでなんか、こういうしきたりだよねっていうもので、で、それ自体は別になんか、残したい人は残せばいいと思うんですよね。例えば、鯉のぼりとかって、何の意味もないじゃないですか。なんか、魚の形の筒状のものを棒にぶら下げて風で流すっていう、あれが、それをやったことで、じゃあ子供が健康になるのかとか、子供の学力が上がるのかって言ったら、まあ、嘘ですよ。ただ、なんか、そういう伝統的なものが日本は昔からあって、で、なんかそれに従ってる人もいるよねっていうので、なんかやりたい人がやればいいし、別になんかそれ意味ないよって言っても、みんな知ってると思います。意味がないって。サンタさんがいないっていうのと一緒だと思います。年賀状をやめようかと思いましたが、1人につき63円で挨拶ができるのは意外と効率良いのかもと思い、数を選びつつ継続することにしました。年賀状じまいについてどう思いますか？僕、まあ多分高校生ぐらいの時にもう年賀状じまいしてしまったので、挨拶、63円でできる挨拶に意味があるのかっていうので、まあ、知ってる人は会うから別に年賀状を書かなくても、明けましておめでとうございますって言えばいいじゃないですか。で、定期的に会わない人って別に定期的に会わない人なので、なんか会うようになったら、おお、久しぶりですって言えばいいだけな気がするんですよね。で、別になんか年賀状を毎年送り合わないと切れるような関係の人であれば、切れていいと思うんですよ。で、僕別になんか10年近く会ってない人とかいますけど、なんかたまたま10年ぶりとかに会って、あ、久しぶりみたいな普通に話できるので、別になんか年賀状送ってなかったとしても人間関係は維持できるのですよ。なので、年賀状がないと人間関係が維持できないような関係性という時点でもうその関係は大した関係ではないので、あんまり意味ないんじゃないかなという気がしてますけど、ただ営業の人は別ですよ。なんかその営業でなんか連絡取って、例えば年賀状送ると相手のなんか子供の写真とか送ってくる人いるじゃないですか。で、なんか子供に物を売りつける営業の仕事とかだと、うちになんかこういう製品あるけど今度使ってみないとかって広げられると思うので、それ業務としては全然ありじゃないですか。年賀状僕嫌いじゃないですよ、受け取るだけなんて。で、くじで当たるかもしれないし、僕送んないですけどね。僕基本的にずっと喪中なんですよ。世の中誰かが必ず死んでいるので。なので、なんか藻が開けることはないんじゃないかなと思ってます。農協の自爆営業ってなくならないんですか？まあ、農協も郵便局の年賀状も、自爆営業って言われる、なんか会社の自社製品を社員とかスタッフに買わせるっていうのが、まあ、昔からあるんですけど、で、郵便局だったら年賀状買わせるみたいな。で、多分まあ、どんな会社も、まあ、程度の差はあれあると思うんですよね。例えばトヨタに勤めてると、トヨタ以外の車買うとかってありえないよね、みたいな感じだったりとか。なので、なんか、そこで社員の忠誠度を測るみたいなのがあったりするので、そういう意味で自爆営業というものが日本の文化的にはなくなることはないんじゃないかなと思います。